梅田実は、日本の政治家。熊本県山都町長。1966年3月、熊本県立矢部高等学校を卒業。1993年5月、矢部町農業協同組合理事に就任。1998年5月、熊本矢部町農業協同組合代表理事常務に就任。2005年6月、 神間式農業共同組合代表理事組合長に就任。2011年6月、熊本県農業共同組合中央会副会長に就任。2014年6月30日、熊本県農業共同組合中央会会長に就任。2016年12月31日、熊本県農業共同組合中央会会長を退任。 2017年2月26日、工藤周一の人気満了に伴う大和町長選挙に出馬し、元大和町議会議員の江頭強氏を破り、初当選。当日有権者数13,946人、最終投票率 78.24%2021 年2月28日、自身の人気満了に伴う大和町長選挙に出馬し、 元会社員の有働周一を破り再選。当日有権者数12,626人。最終投票率67.56%。ありがとうございます。